レディー。どうも、お酒を二十歳になってからマサヤン P でございます。はい、最近はね、大三国志なんぞという野蛮なねゲームで心が毒されてるのでね、ちょっと一つレディーというね、まあアイドル育成ゲームやっていきたいと思っております。はい、プレイヤー名はマサヤン P でいいかな、プロデューサーですからね。はい、名前か、私はもともとね小説家を目指してたんですけども、はい、箇条マサヤという名前でねやってたので、そのペンネームをバチッと使っていきたいと思います。ニックネームはマサヤンでいきましょうか。はい、なんだニックネームのプロデューサーって、ちょっと意味わかんないけどやっていこう。はい、誕生日は自分の誕生日5月2日、私が大好きなねヒデの命日でもあります。はいはい、それではね、このアイドル育成ゲーム、私はですね、まあその馴染みはないんですけれども、まあ、昔あのときめきメモリアルというですね、はい、あのまあアイドル育成というか、まあ自分を育成し、告白されたらクリアみたいなね、一世風靡したゲームがあるんですけども、まああの頃はそういうゲームはね大好きでした。藤崎しおりという女性からね告白されれば、はい、クリアということでね。まあそういう感じですかね。まあ最近こういう育成ゲーム、結構流行ってるようでございますから、私がバチコリと、まあ酒を飲みながらね、どうやら男子高校生18人、5ユニットを、どうやら、まあスターのアイドルに、させていくという、新生このディアプロジェクトというのにね、関わっていくようであります。はい。まあね、昨今リアルな世界でもね、アイドル、まあ、大物アイドルのね、活動休止もありましたし、まあ、脱退だの解散だのね、いろんな話題が飛び交っておりますので、まあ、その隙を狙ってバチコリとね、アイドルを育てていきたいと思います。まあ、この世界はどうやら、アイドルランキングというのがあるんですね。はい、これをまあ人々が投票していくということで、ブロンズステージ、シルバーステージ、ゴールドステージと。なるほど。こういうのが毎週全国投票されるんですかね。うん、アイドル戦国時代で。まあ、この上に成し上がっていくと。成し上がっていく？のし上がっていくということでございましょうか。それを、まあ、私が、これ音出てないか？あれ？あ、なんかさっき切れたな。ちょっと待てよ、これ。これか。失礼しました。はい。なんか、可愛い男が出てきたが、これおそらく、ハテナ、ハテナ、ハテナということは、流れからすると、おそらく、このアイドルユニットの18人の男子高校生の1人であろう、そして2人であろう、ということでございます。はい。そう、私のね、まあ、好きな男性アイドルといえば、もともと、もちろんスマップ、トキオ、ここら辺はね、まあ、嵐、いや、この辺はね、まあ、世代ですから、一緒ですからね、同い年、もしくは、年上ということでね、結構そういう番組を見ておりました。はい。カトゥーンのリアルフェイスでございますが、これもね、私は、はい、買いましたよ。ギリギリ生きていたいからさあ思い切りぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。ありがとうございます。ちょっと大人びてすぎるなこれ。はい、いえいえとんでもないです、こちらこそ失礼しまして、はい、ちょっとね歌っておりまして、はい。まあ、育成といってもね、まあ、どういうパターンなのかね、ちょっと全くわからないんですけども、はい。あ、これは、はいはい。どうも、失礼いたしました。どうせ後で会うんでしょうね、彼ともね。はい。さて、私はどうやら今読むところによると、なんかアイドル事務所の事務員ということでございますかな。はい、失礼します。
はい、うさんくさい社長が出てまいりました。はい、相枝社長。はいはい。プロデューサーがバックれていくということで、まあ、すでにやばい。すでにこれはやばい。ブラックな事務所じゃないかということが伺いますが、大丈夫かな。はい、これ、どうせ俺にやれって言うんだろ。おい、ちょっとビール飲みますよ、ちょっと。うん。なるほど、私は、うん、そうそう。相談役でね。そう。優しいですから、心の半分はバファリンですよ。はい。僕の、うん、言ってることはちょっと意味わかんないな。バファリンは優しさはね、半分の成分と聞いておりますから、まあ、そんな感じの私でございます。はい。まあ、結局私が受けるということになったようでございます。よろしくお願いします。はい。アイドル志望が18人ね。このランキング、要はこのゴールドランキングに上げていけばいいということでございますね。はい。はいはい。わかりました。相枝社長殿。寮があって、彼らはそこで集団生活をしているということで、はいはい。J 事務所みたいな感じですか？まあ、いろんな設備はしっかりと整ってるということで、君の部屋も用意するということは、私も一緒に過ごしていくのか。はい。なんか出てきたが、早速。はいはい。まあ、今回のね、アイドユニットの、まあ、また一人、美月。お、名前が出てきたぞ、初めて。美月。はい。最近の若いやつってさ、ちょっとさ、まあその話中じゃそこじゃないんだよね。口の聞き方が全くなってない。まあ、彼はいいね。右の彼はなかなか分かってるが、ヒロとかやつかこれ。よろしくお願いしますって、めちゃめちゃ律儀だな。俺もうちょっと40だぞ。はい。スピカ、あ、久世美月さん、どうぞよろしくお願いします。五十嵐ヒロ君、よろしくな。マサヤンって、おいおいおい、お前さ、ちょっとこの芸能界で生きていくにはさ、もうちょっとしっかりと礼儀を身につけていかないと、ちょっと生き残れないんじゃないか。大御所に目をつけられたりしたら、こんな小さい事務所一瞬で潰されてしまうからの。まあダンスは見てやるよ。俺ダンス全くわかんねえんだけど。はい、了解しました。心配ない、心配あるよ社長。なんともお気楽な社長でございます。はい。これオープニング始まったが、こういうのはちょっと著作権になんか侵害してはいけないのでね。さて、なんか怪しい、なんかお手伝いさんみたいな、シラスハウスのよろずや。もうますます怪しいの。うん。はい。チュートリアルが始まっていくということでございますね。これはなかなか時間かかりそうでございますね。はい。ちょっと調べたんですけど、もちろんガチャもあるということだね。これはなんだ。まあ、とりあえず進めていくか。はい。まあ、ストーリー重視かな。はい。まあ、女性にとっては非常に楽しいのかな、こういうのが。はい。なんか女性向け、ゲームっていう名前をね、題して、なんか配信されることがありますけど、男性向けっていうのはないですよね。うん、これはどういうことですか。なんか世の中の不平等さを感じてしまうんですけども、はい。ディアプロダクションの、プロデューサー、マーサヤン P、シラスハウス、1ヶ月ですね。1ヶ月もうすでに経過しているということで、出てきた。コンノさん、よろしくお願いします。これ初めましてだね。めちゃめちゃ大人びてるな。いや、こんな高校生いるかな。ふふじゃねえよお前も。なんか言ってることはなんか優しいが、なんか上から目線な感じがするな。そのな、そうやってその手を顎にやるのやめろ。うん、礼儀というのはなってないぞ、最近の若い者は。はい。あ、日曜日に新人アイドルの、あ、そういうランキングね。ランキングが更新されるのかな。はいはい。そのランキング、ああ、なるほどね。ゴールドステージ。それはもう聞いたよ。あ、この回想シーンか。はい。
5ユニットすべてをって、これ無茶ぶりだな。パワハラだよ、この相田社長。うん、5ユニットすべてをさ、そんなゴールドランキング入れるなんて無茶苦茶です。おかしいなと。はいはい。このユニット、大きく順位を上げているんですか？大きく順位上げているんですが、上がり幅異常だと思いませんかということで、確かに先週新曲を出したばかりですがということですけれども、まあね、芸能界というのは非常に汚いところなんでね、金や権力に物を言わしてね、こんなね、あの票を買う時代でございますから、今はね、なんとかアイドルの総選挙とかあるじゃないですか。はい、ですんでランキングなんかこんな金で買えちゃうんじゃないのか、大丈夫か、こんな悠長なことやってて。はい、朝食の時間、あ、こうやって住み込みで俺もプロデューサーやるの、あ、マジか、それはしんどいな、こんな18人の小僧と一緒に、アボカド丼を食うと、朝からアボカドマグロ丼とはなかなかリッチでございますね。食事中のスマホ漫画禁止でございます。はい、左に書いております。はい、年のせいかなってお前さ、なんか若い二十数代のさ、お姉ちゃんがその、私年、ちょっと取っちゃったからしんどいみたいな言ってさ、上のおつぼね様とかぶち切られるね。そんなパターンと一緒だよ、お前若いったってさ、まだ高校生だろ、まあ、いい加減にしとけ、俺はもう40だ。大人を、そういう言い方してたら大人から嫌われるぞ。はいはい。なんか個性あふれるメンバーで、はい。美月、それを女性に対して警察にやっちゃダメだよというね。うんうん。まあ、女を勘違いさせてしまうから、そういうことはやめとけということだね。はい。久世美月。いい顔しとるもん、しかし。はいはい。この清水なんちゃら、こいつもなかなかいい男だ。一人なんかやさぐれてるやつがいるのか、みんなと一緒にご飯を食べないと。いや、こういうやつがいるんだよね、また。はい、なんか孤高のアイドルみたいな。機嫌がいい時って、これ機嫌が悪いのか、ついでに。ちょっとさ、このプロデューサーとしての威厳がないんじゃないかな、舐められてるぞ、これは。はい、おはよう、おばちゃん。匠ね、匠、天然系か、天然系アイドルな、こいつはどう見たって。はい、ちょっとこれ名前を覚えるの大変だな、俺も年だからね。まずはしっかりと名字と名前ね、読み方もわかんねえやついるから、ちょっとサイトなんかの公式からね、ちょっと拝借してね、ちょっと読み方とか名前をまず、18人か、ちょっときついね、覚えるのが。はい、まあ、スピカというのは一つのユニットなんでしょうね。はい、さっき言ったのは5人メンバーなのかな、うん、ちょっとちらっと見えたけど。はい、はいはい、ヒロのテンションの高さは、テンション高いやつあんまり好きなんじゃないんだよね、うん、あんまりね、キャピキャピしたのもね、嫌いなんですよね。まあ仕方ないか、プロデューサーとしてはね、やっていくしかないね、これは。はい、皆さんね、しっかりと励んで、しっかりと稼いでね、しっかりと俺の酒代をよろしくお願いします。てか今トイレットペーパーとか日用品の雑用もするのかよ、本当にさ、本当よろずややってる多生収葬って、俺がよろずやじゃねえか、そんなさ、お前ただ口出ししてるだけだろ。プロデューサーもやって寮長もやってさ、じゃあお前は何してるんだよさ、収葬でさ、お前も手伝えよ。関西弁の男だからこいつ、広島弁で喋っていくからな、ほいじゃけえろ言うて、私広島出身、広島生まれ、広島育ちでございます。まあ出身も生まれも同じでした、失礼しまして。はい、家族のもと離れてデビューを目指してここで頑張っとる、頑張っとるって、ちょっと広島弁だろそれは。はい、生活環境プラス保護者役もやるなんて、ね、聞いてねえよ、年収1000万でよろしくお願いします。はい、そう、相田社長という男もね、ちょっとね、信じがたい、ちょっと信用に値しないね、簡単な男、プロデューサーは逃げられたんだからね、前任が、怪しいよ、あれよあれよって、騙されてるんじゃないか、これは本当によ。はい、ということで結構これ長くなっちゃうので、次からね、
チュートリアル今回はまあ第1回ということで、次第2回で、やっていきたいと、チュートリアル全部ね。はい、ということでまたこれ続けていくか分かりませんけども、たまにはねこういう配信をして、現在の私の動画視聴者のね 99.8% が男性でございますので、少しは女性ファンも増やしていこうというね魂胆でございます。ということで今後ともよろしくお願いします。お酒を二十歳になってからマサヨン P でした。ありがとうございました。